ウラボン会、ウラボンとは、7月15日を中心に7月13日から16日の4日間に行われる仏教行事のこと。日本における日付については、もともと旧暦7月15日を中心に行われて、いたが、改暦に伴い新暦、グレゴリオ暦の日付に合わせて行ったり、1月遅れの新暦8月15日や旧暦のまま行っている場合に分かれている。 父母や祖霊を供養したり、亡き人を忍び仏法に会う縁とする行事のこと。裏盆教、精神、軸法語訳、法音捧ぐ盆教、闘神、出役などに説かれるメレン尊者ンのガキ道に落ちた棒を覚え、供養の伝説に由来する。裏盆、お盆とも。なお、旧暦7月15日は、仏教では暗挙が明ける日である、元下にあたり、道教では三元の中元にあたる。 ウラボンは、サンスクリット語の、ウランバナ、ウラボン、の音社語で、カラスアイバーダ、言語音義、カラスアイバーナとも音社される。ウランバナは、ウド、ランブ、ドラムの意味があると言われ、これは刀剣、逆さにかかる、逆さ釣りという意味である。一方、古代イランの言葉、アベスタ語で、レ魂コンを意味する、ウルバン、アーブンが語源だとする説もある。古代イランでは、 祖先のフラワシ、フラビシー、ゾロアスター教における精霊、下級網が信仰され、それがソレイ信仰と集合し、ソレイを迎え入れて祀る宗教行事となったとする。2013年、仏教学者の唐島聖子は裏本をご飯を乗せた盆であるとする説を発表した。それによると、裏本業のうちに、八瓦藩、プラバーラ、ナー、飯という語があり、 これが前日の旧暦七月十五日、暗挙、雨暗挙を出る日に、僧侶たちが、自死、プラバーラナーを行うことに関連付けられる。古代インドには、自死の日に、在家信者が僧侶へ伏せをする行事があったし、それと裏ン領が解く行為とが同じものであるとしている。また、裏ンの、ウランは、ご飯を意味する、大棚、ボン、特に自死の日に、 僧侶へ施されるご飯を強調するの黄金型を音社したのであり、それを載せた、盆、容器の名が、裏盆であると説明する。本来的には、暗挙の終わった日に、人々が、収葬に飲食などの供養をした行事が転じて、祖先の霊を供養し、さらにガキに施す、行法、背書きとなっていき、それに、儒教の功の倫理の影響を受けて成立した。 メレン尊者の防ボ,ボの救いのための収章供養という伝説が付加されたのであろう。仏教における裏盆行に説いているのは次のような話である。漢淳五年1269年に南宋の四番が編纂した仏祖陶器では、両の武帝の大同四年538年に三角水ら堂大寺で裏盆祭を設けたことが伝えられている。仏祖陶器は、 南宋大の書き物なので、針の武帝の時代とは約700年の隔たりがあり、一時資料とは認めがたい。しかし、寮の武帝と同時代の宋林が戦した、慶祖ソ祭時記には、7月15日の上に僧侶及び俗人たちが、盆を営んで法要を行うことを記し、裏盆教の教文を引用していることから、すでに寮の時代には、義教の裏盆教がすでに成立し、 仏寺内では、裏盆会が行われていたことが確かめられるのである。南宋代になって、北宋の都である、開封の繁栄した様を記した、東京夢家録にも、中元説に賑わう様が描写されているが、そこでは、孫悟行、木蓮行の陰本が売られ、木蓮急母の劇が上演され好評を博すほか、一般庶民が郊外の墓に墓参に繰り出し、 法要を行う様も描かれている。日本では、この、裏盆会を、盆絵、お盆、精霊会、小、両栄、玉祭り、玉祭り、歓喜会などと呼んで、今日も広く行われている。この時にソレイに供物を捧げる習俗が、いわゆる現代に伝わる、お中元である。古くは、水古天皇十四年、六百六年四月に、 毎年四月八日と七月十五日に時を設けると、あるが、これが、裏盆会を指すものかは、確証がない。最明天皇三年、六百五十七年には、趣味山の像をアス寺の西に作って、裏盆会を設けたと記され、同五年七月十五日、六百五十九年八月八日には、教内所持で、裏盆教を工事七世の父母を放射させたと、記されている。 あとに、聖武天皇の天平を五年、三十三年七月には、大前職に、裏盆供養させ、それ以後は、宮中の恒例の仏寺となって、毎年七月十四日に開催し、裏盆供養、裏盆友と呼んだ。なら、平安時代には、毎年七月十五日に、公焼ごととして行われ、鎌倉時代からは、瀬が機会、瀬が、消えを合わせ行った。 また、明治5年、1872年7月に、京都府は、裏盆会の収束一切を、風紀上区内と停止を命じたこともあった。現在でも長崎市の総福寺などでは、中国式の裏盆行事である、不土乱盆紹介が行われる。主として現代日本における風習についてはお盆も、合わせて参照のこと、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。